はい、どうも、旅人 IT ライター、サトルです。本日は成田空港に来ております。ANA のフライングホルンの遊覧飛行、第2回目があるということで、取材にやってまいりました。今回も応募はしたんですが、残念ながら抽選で落ちてしまいましたので、搭乗でのレポートではなく、お見送りのレポートとなります。いや、乗りたかった。ちょっと残念だ。前回と同様、国内線のチェックインカウンターで受付になってますね。今ね、11時半ぐらいなんですが、11時からチェックインスタートしても、何人かお客様がチェックインしております。今回もアロハ着用の方には特別なプレゼントが用意されているので、アロハの方結構多いですね。本日のフライトナンバー NH-2030。2030には特に意味はないそうですが、前回と同様 NH-2030 というナンバーになっています。これでも今日は2号機を使うのかな？どうなんだろう。ペーパーコフト。おー、お客さんから届いたペーパークラフトなんですね。こんなの置いてあると。こちらゲート案内、14時、成田発なんですが、成田発、成田行き NH2030、D-GoTo ゲートになってます。もうゲートに行ってもいいっていう案内になってますね。現在11時37分ですが、ゲートに案内になってます。前回見ましたが、成田出発のデパーチャーで成田行きっていうのが、珍しいですよね。アロハを着た方向けのプレゼントになっております。今回も国内線搭乗ゲートをほとんど使っての搭乗になりますね。はい、先ほども添えましたが、成田発成田行き14時 NH2030 でございます。ぜひお楽しみください。
上がりますThank you.
の9A にお座りの方です。おめでとうございます。当たると思わなかったよね。こちらがエコノミークラスのプレゼントですね。これがプレミアムエコノミーと。このパンケーキミックスがついたのかな、はい、こちらがビジネスクラスです。このウォーターボトルが追加されてる感じですかね。あとアメニティのカバンがちょっと違うと。こちらファーストクラスのプレゼントです。